こんばんは、パーソナリティの小林美希です。こんばんは、アシスタントの平野恵子です。先日ですね、はい、もうちょっと前になっちゃいましたけども、このラジオにもゲストで来ていただいた学生さんが、スタートアップウィークエンドっていう、スタートアップイベントを週末やりますということでですね、行ってきた、ちょっと話をちょっとご報告しとかなきゃなと思って。そうですね、はい、すっごく頑張ってらっしゃいましたからね。ね、本当企業さんも自分で回ってスポンサーを募って、はい、で参加者も募って運営もしながら自分も参加しますなんて言ってましたけども、はい、実際行ってみたんですけどね、もともと集まるの30人ぐらいですかねとかってあの時言ってましたけども、うん、実際には50人を超える。お、そうですか。はい、しかも福山だけじゃなくて島根とか大阪とか広域ですね。かなり広域から福山にこの2泊3日で参加をして、うん、この合宿みたいな形ですね。へ、すごい熱い感じでした。ああ、そうですか、うん、なんか他県から人が来てくださるのも嬉しいことですもんね。ねえ、いいですよね、はい、で初めて福山来ましたっていうの で結構そのそういう創業イベントってどうも机の上だけでやってしまうっていうのが結構あるんですけども、うん、まあ、そのイベント自体はやっぱ必ず現場に行って、実際にそのニーズをつかんでこようってこともやってらっしゃるので、はい、こういろんな地域を回りましたっていう方々がいらっしゃって、なんか福山ってすごいですねと、こんなになんか優秀なものづくり企業があってとか、なんか人優しいっすねみたいな話もあって、こういい機会になったなと思いましたね。あ、そうです。まあ、この度ね、立ち上げたのは大学生だったんですけれども、はい、参加する人たちはね、うん、もう80代の人もいるよなんてことをおっしゃってましたけど、そうですね、今回どうでした？あ、それも幅広く、あ、そうですか、はい、お母さんもお父さんもいれば、うん、小学生はおそらく小学校2、3年生ですかね。これがいいですよね。いや、もうしかもビシッと発表してましたよ。あ、そうですか。小学低学年の子が、人の話を聞いて自分の意見が言えるって最高ですね。いや、素晴らしいですよね。しかもね、結構いいアイデアだったんですよね。あ、そうですか。あ、自分たちのなんか子供はなんか家帰った後暇になっちゃうから、うん、こう秘密基地みたいなのが昔はあっただろうけど、うん、今私たちないと、うん、そういう場所を作るっていうのをなんかビジネスしたいんだ、はい、あ、いいですね。だからなんかこう自分たちのまさにこう正直な思いをなんかこうニーズとして捉えて、はい、それをこう解決策として大人と一緒にやるっていうことですね。本当にストレートに提案してて、うん、これ結構いけるんじゃないかなっていうのありましたね。放課後児童クラブがなんか変わりそうですね。変わりそうな感じでした。子どもたち主体で。そうなんです、そうなんです、いいですね、いいですよね。まあ、やっぱりね、課題を抱えてる人がやっぱりこうしたいって思うのが一番ストレートで、はい、シンクってますよね。あ、そうですね、はい、で3日間あるっていうのもやっぱりちょうどいいんでしょうね。そうでしょうね。こういろんなちゃんとしたニーズもつかめたりとか、うん、まあ、意見も深められたり、まあ、他のメンバーチームメンバーともこう意見交換されるっていうことだったんで、はい、課題いろんな意見も踏まえてやってるんだなっていう感じもしました。さらに審査員も結構豪華で、福山で企業を頑張っているフォエバーカフェの方とか、あと、まあ、福山のものづくり企業では大変有名なキャステルさんとか、あと福山で育ってですね、東京で起業された方も IT の経営者もいらっしゃって、はい、結構このサービス業から製造業 IT もですね、幅広く、こうあと不動産会社、女性の経営者とかですね、かなり幅広い方から。そうですか。うん、いいフィードバックが出てましたね、うん、じゃあ第2弾第3弾をね、期待したいですよ ね毎年ぜひやってほしいなと思いますし、はい、まあ、その卒業生の人たちのですね、うん、コミュニティとかも作っていけると、うん、またそこから新しい会社が生まれたりとかっていうのもあるのかなと思いましたね。はい、ということで、ま、街も活性化しますし人も活性化しますけれども、経済も動きますよね。そうなんです、そうなんです。いいことづくめだと思いますので、はい、ぜひまた来年以降ですね、このスタートフィークエンド楽しみにしたいなと思ってます。はい、ホームページがね、ありましたから、そうですね、その方に多分結果報告が出てるかと思いますので、はい、ご覧になってみてください。さあ、この番組はパソコン、スマートフォン、タブレットでもお聞きいただけます。 FM 福山レディオビンゴのホームページからどうぞ。この番組は興和物産金曽22の提供でお送りします。サロンデトーク、今夜は友の浦カフェオーナーの坂谷忠さんをお迎えしています。坂谷さん、出番です。はい、こんばんは。こんばんは、坂谷さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。いや、もうこれぜひ YouTube で皆さん後で見ていただきたいと思いますが、まあ、ほぼ平井堅さん本当にそっくり
本当にそっくりさんかと思いました。ああ、もうでもそう言っていただけるのすごく嬉しいです。必ず言われますよね。そうですね、皆さんおっしゃってくださってます。しかもなんか初めて出会った時でも年々似てきてる感じが、はい、ああ、本当ですか。はい、髪が出てきてる。ありがとうございます。ここで一曲お願いします。ねえ、本当に歌ってほしいぐらいですけど、でも、ね、音楽もやってらっしゃるんですよね。はい、音楽の方も好きで、ギターの方、クラシックギターを、はい、はい、やってるさせていただいております。素敵な坂谷さんですけども、そんな素敵な坂谷さんが、はい、友の浦の、はい、常夜灯の目の前にある、はい、アカフェ、はい、これをオーナーとして運営されてると。ということなんですけど、あれ、はい、いつからやってるんですか。そうですね、オープンが2006年の5月1日になります。あ、もう結構じゃあ経ってるんですね。そうですね、今年で14年目になります。おめでとうございます。ありがとうございます。どういうきっかけで、はい、一番最高の場所じゃないですか、そこって。あ、そうですね、友の中でも、はい、常夜灯の前という、はい、いい場所、はい、貸していただいております。どういうきっかけであそこでカフェをするってことになったんですか。はい、前オーナーの、まあ小林さんの先輩でもあられます、坂井義晴さんに誘っていただきまして、はい、まあ、あそこでカフェをするんだけど、まあ店長として、よかったらしてみないかということで、はい、以前からずっとして、まあ、自分で飲食店やってみたいなと思ってましたので、うん、はい、人が集えるようなそういう場所を共に作りたいなと思いました。はい、はい、誘われて、はい、じゃあもうすぐやりますと。そうですね、はい、迷いなし。そうですね、迷いはなかったですね、まあ、はい、もうむしろワクワクした気持ちで、ワクワクしたということで、でも本当はあそこの建物自体はもともと何だったんですか。もともとですね、長屋として、はい、使われておりまして、築160年になる建物なんですけれども、まあ古民家ですよね、いわゆる、はい、で、船の仕事に従事する方がずっと住まわれてたというふうに聞いております。うーん、でそれを改装して今はカフェとして、うん、そうですね、はい、やってるということ で、 で、ね、結構美味しいんですよね、パスタうまいですね。 ありがとうございます。もう教えていただけると本当に嬉しいです。というわけで、どんなお店なのかってちょっとご紹介いただいていいですか。はい、かしこまりました。ですね、ビンゴ瀬戸内の食材を使って、まあ、お魚だとか野菜だとかを使いまして、イタリアンですね、パスタをメインに、あとは、まあ、サンドイッチ、それから飲み物などは瀬戸内のそういった美味しいフルーツをたっぷり使った、はい、フルーツソーダや、あとレモンを使ったレモンスカッシュ、それからあとお酒で言いますと、ホメイシを使った、地元に伝わるホメイシを使った、ハイボールですね、はい、今これを一押しさせていただいております。ホメイシを使ったハイボール。あ、そうなんですよ、はい、ホメイシを使ったハイボールです。友の浦ハイボールという名前で、はい、やってるんですよね。そうなんですよ、はい、というわけで今日なんと持ってきていただきましたので、ありがとうございます。早速作っていただくということで、はい、いいですか。よろしいですか。はい、どうぞ、はい、私も飲んじゃうってことになりますね。まあ、夜の番組です。ありがとうございます。いただきます。サロンですし、じゃあぜひ解説しながらちょっと作っていただいて。はい、かしこまりました。ですね、地元に伝わる方名酒、それから、ウイスキーですね、はい、こちらを使いまして、はい、まずこのウイスキーを、はい、40cc ほどですね。あ、もうレシピ言っちゃっていいんですね。そうですね、まあお好みで皆さん変えていただけたらと思うんですけど、はい、お店ではまあそういうふうにさせていただいております。だからウイスキーもちゃんと入ってるんですね。そうですね、はい、お名刺をソーダで割ってるだけじゃないと。そうなんですよ、うん、はい、うん、ウイスキーを 40cc 入れまして、うん、 そ, うね、そしてこれホメイシ、はい、ホメイシを入れます。はい、はい、すいません、ホメイシをお店ではまあ30ですね、入れさせていただいております。なるほど、はい、ホメイシはちょっと少ないですね。そうですね、はい、ホメイシはちょっと少ないですね、はい。そちらもまあお好みで皆さんのお好きにこう、うん、いい香りがしてきましたね。ああ、そうなんです、ありがとうございます、うん、やっぱりホメイシは匂いは本当に何ですか、リラックスするというか、なんかいいですよね。そうなんですよ、漢方が16種類入ってまして、うん、実際結構東京のお客さんに振る舞ったりすると体温まるなっていう感想をもらったりとかして、ありがとうございます。そうですね、やっぱり漢方が入っている分、この胃の中とかこう、うん、浸透しやすいと言いますか、はい、はい、目の前でめっちゃ丁寧にステアまでしてもらって、ありがとうございます。ここまで丁寧に作っていただけると思うんですよね。なんかバーにいる気分になってますね。はい、レモンも入り、はい、ちょっとミントも入り、はい、すみません、おつまみの今日つまみはなんとチーカ、はい、チーカを手に入れました。めちゃくちゃ和の和のつまみですね。じゃあいただきます。はい、どうでしょう。濃いくないですか。
濃さの方はいかがですか。あ、美味しい。いけますか。美味しい。なんか、ええ、あ、レモンもチッと効いてるんですね。あ、そうですね、はい、瀬戸内レモンをしっかり。なんていうかこうハイボールがちょっとまろやかになった感じで、そうなんですよ、はい、糖がちょうど取れて、ね、あの本当になんていうんですか、あの丸くこう味が、これはなんかグビグビ飲めちゃいますね。ええ、ありがとうございます。はい、先日あの東京から来てくださったお客様も、はい、いやーこれはいいねいいねって、あのお腹の胃の中もすごく温まるねって、グビグビいけるねってことをおっしゃってくださいました。ああね、いやこれどこでも出してほしい。ありがとう。そうなんですよ、はい、はい、僕らも、はい、あの、まあ、はい、日々やっぱり方面酒を、うん、あのどういうふうに使ったらいいかなというような研究をしました、はい、あの、まあ、今この最新版といいますか、ええ、あのハイボールとして使うのはすごくいいなということで、いろんなお店の方にもこれあの使っていただいて、あ、いいんですね、使っちゃって。もちろんです、はい、じゃあ友の浦ハイボールっていう名前で、ええええ、そうですね、やっていいよと。はい、もちろんです。なるほど、いいですね、ええ、ありがとうございます。これあの、ええ、チーカも今赤フェで出してるんですか。はい、出しております。ええ、硬い。いい感じに。硬いです。ゆっくりゆっくり噛んでいただいて。ね、ただこの中からそのお味噌の方も出てきて。うん。何ですか、あの。やっぱ美味しいですね。美味しいですか。ありがとうございます。広がりますね。ありがとうございます。そこにまたこのハイボールいくっていう。進みますね。あ、しかもね、合いますね。合いますね。この磯の感じと、はい、お名酒、ハイボールだけだとちょっとダメなのかもしれないですね。お名酒があるから。はい、そうなんですよ。あの丸い感じが、うん、あのお味噌と、うん、チチイカと、うん、よく合いますね。バランスがいいと思います。丸ごと友ですね。おっしゃってください。ありがとうございます。はい、丸ごとふるさとの味でございます。本当ですね、最高ですね。このカップ形式でチイカを出すんですか。そうですね、はい、カップ形式でも、あ、いいですね。お持ち帰りされる方は、はい、あ、入れさせていただいて。いや、もう絶対そうなんですよ。チーカとレブットの唐揚げは、はい、このカップで出したらすごいなと思って、はい、ありがとうございます。ネブトやってるんですか。ネブトも、はい、やっております。ネブトもやりたいっすね、はい、最高です。あ、お好きですか。いや、もう最高ですね。で, ね、でも結構全国から富山に来て、うん、はい、何が美味しかったって言ったら最後、うん、結構ネブト言う人多いんですよ、はい、あ、そうですか、はい、あ、まあ、お酒飲む人が多いからかもしれないですけど、はい、眠たよかったね、うん、みたいな。あ、まあ、なんか実際に食べやすいですしね、はい、あの手でつまめるというところもすごくいいですよね、うん、ポリポリいけるっていうことで、うん、はい、嬉しいですね。いや、カフェはですね、いろんなドリンク開発しますね、うん、ありがとうございます。柑橘系も美味しいし、ありがとうございます。そうですね、あのふるさとね、やっぱりもう、うん、あの何ですかね、地産地消といいますか、はい、あの地元でやっぱりできたものを、うん、あの僕たちは、まあ、あの使わせてもらってるんですけれども、やっぱりもう瓶の瀬戸内やっぱ可能性をすごく感じますので、はいはい、というわけで、そんな飲食店というかカフェでですね、はい、新しい商品を作ってきたわけですけど、今回もう飲食店ではない、はい、新しいショップをまた共にオープンすると、はい、ありがとうございますということで、ちょっと教えてください。ありがとうございます。令和2年の2月22日に、はい、オープンを、させていただきます友一商店、場所はですね、友の浦カフェの、3軒隣、元マリンバンクの跡地になります。なるほど。というわけで、もう2月22日ですから、もうちょうど2日前にオープンしたばっかりと、そうですね、いうことですね。おめでとうございます。ありがとうございます。嬉しい。どんなお店なんですか。はい、ビンゴ瀬戸内の良いものを集めた、セレクトショップでございます、うん、例えば。はい、ですね、例えばですね、うちの父がですね、はい、福山市瀬戸町の方でブドウを育てておりまして、うん、そのブドウを、山野の、太田祐介さんの山の、ワイン醸造場の方で、醸造していただきまして、ワインに、はい、はい、させていただいて、それを、まあ、販売させていただいたり、はい、オリジナルのワイン。そうですね、オリジナルワインです、ね、はい、他にも、はい、あとはですね、あれですね、タイの、まあ、瀬戸内のその魚介を使って、うん、手焼きのせんべいですね、お、はい、そういったものとか、はい、あとは、まあ、タイ飯を、バックにして、うん、お土産にさせていただいているものとか、そうですね、あとは焼きたてのそういうパンとかですね、はい、あとは、じゃあその場でパッとこう食べれるやつも、そうですね、はい、ありなんですね。そうですね、はい、あとはその、まあ、ギャラリースペースなど設けておりますので、はい、そういう絵画展とか、うん、あとは、まあ、体験ですね、
体験をワークショップとか。そうですね、はい、ああいいですね、いいですね。そうなんですよ、そういうトークイベントとかそういったことも、うん、したいっていう方がいらっしゃったらはい、なるほど、これなんかちょっとそこでイベントやりたいなっていう人はどこに連絡するんですか。はい、お店の方に、はい、友一商店に電話すればいい。はい、友一商店の方に電話してくださったら、じゃあネットで検索してくださいと。はい、そうですね、それか、まあ、友の浦カフェの方に電話していただいて、連絡してもらえたら。はい、このロゴ素敵ですね、はい、ありがとうございます。これはなんか何をイメージしたんですか。はい、ありがとうございます。この中がですね、はい、一つどもえですね、うん、友の昔の長期が一つどもえですね、うん、友のあの腕の形が、はい、ともえのマークなんです、うん、でこの外のこの何ですか、ロープっぽい、これがですね、お手火をくくるこのロープをイメージしたんです、ね、なるほど、はい。お手火というのはやっぱりみんなで松明を担いで、うん、去年やったワンチームじゃないですけど、はいはい、みんなでやっぱり一つになろうっていう意味合いがあると思います。なるほど、そういった意味合いを込めました、一つにという。なるほど、はい、友の浦みんなで一つになろうっていう。そうですね、あ、いいですね。名前もそれで友一、はい、そういった意味も込めまして、はい、素敵、いいですね、はい。まあ、でもそこによればだから、まあ瀬戸内および友のお土産物も、はい、そうですね、はい、買って帰れるし、美味しいものもパッとその場で食べることもできると、はい、おっしゃってくださったところです。いやー、はい、いいですね、いいですね。ちょっとまだ行けてないんで、はい、行くの楽しみにしてます。ありがとうございます、楽しみにしてます。うん、ありがとうございます。今はオープン記念が何かあるんですよね。そうですね、はい、オープン記念でですね、オリジナルステッカーの方を、はい、プレゼントさせていただこうかなというふうに思って。いいですね、このロゴのやつですか。そうですね、はい、ロゴの、ね、あ、いいですね、これ素敵、はい、これ欲しいです。あ、本当ですか、もうぜひ、じゃあ今度行きます。ありがとうございます、撮っておいてください、ね、はい、撮っておきます。また人気スポットが一つ増えてますね。ねえ、いいですね、ありがとうございます。皆さんもぜひ友の浦へ遊びに来てください。はい、ではこのあたりで坂谷さんのリクエスト曲をお届けいたします。キャラバンでハミングバードをどうぞ。今夜は友の浦アーカフェオーナーの坂谷忠さんをお迎えしています。後半もよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。まあ、今の友の浦を、はい、様子を聞くなら坂谷さんが一番いいんじゃないかなと思って。あ、最もホットなスポットの目の前で定点観測してるわけですね。そうですね、日々、はい、ね、どうですか、ここ数年の中で友の浦の変化。そうですね、やっぱり外からですね、来られる方、うん、外からこう見ていただいている方、年々こう増えていっているような気が本当にしますね、うん、なるほど、はい、実際にこう測ったわけではないので、はいはい、まあでも肌身に感じるところありますよね。そうですね、はい、肌身に感じますね、日々、はい、これは国内の方、国外の方それぞれどうですか。国内の方も国外の方も、はい、年々関心をすごく皆さん持っていただいているような印象を受けますね。うん、増えてきていると、はい、増えてきてますね、はい。まあ、これとってもいいことだと思うんですけど、はい、おっしゃる通りです。なんか工夫されていることってあるんですか、そんな中お店としては。そうですね、英語の、メニューだとか、うん、あとは、まあ、スペイン語、中国語、韓国語、うん、まあ、多言語に対応したそういった何ですか、サービスを、うん、心がけてとか、はい、提供させていただいております。なるほど、なんか翻訳機も置いてる。そうなんですよ、はい、福山市さんがサポートしてくださって、うん、au さんが、はい、そういう翻訳機を、貸してくださいまして、はい、でそれもボタン一つでいろんな国の言語に対応できるようになります、うん、すごく便利で。あ、結構使ってます。はい、使っております。あ、いいですね、はい、ありがたいです。役に立ってよかった。でもスペイン語があるっていう意味では、ええ、そういうスペイン語圏の方も、ええ、そうなんですよ、ええ、スペイン語圏の方結構多いですね。ああ、そうですか。ヨーロッパの方が比較的友の浦、ええ、多いんですけども、スペインの方ですね、はい、なかなか意外とそこは気づかれてないかもしれないですね。あ、なんとなく英語圏のイメージが強いのかもしれないですけど、うん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 、そうですね、やっぱり英語圏の方もちろん多いですけど、はい、メインはやっぱり英語ですけど、そういったスペイン語圏の方も本当に多数いらっしゃってくださってます、ね、うん、あ、そうですか、そういう方たちとも、まあ、コミュニケーション取れることあると思うんですけど、はい、どんなところにこう関心を持って来られてるって感じですか。やっぱり日本の原風景、うん、やっぱり美しい日本を見たいという方が友の浦まで足を運んでくださってる印象を受けますね。なるほど、いいですね。でもそういう意味では前向きにこう来てるなっていう感じはある、はい、そうですね、うん、でもそんな中で今後友はこうなってほしいなって何かありますか。はい、まあ、
今やっぱりいろんな方にご注目していただいて本当に関心を持ってのくださってますのでこれがどん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 大きくなって、まあ、明るい、開かれたそういった友の浦に将来なっていったらいいなと、うん、より明るい友の浦になっていったらいいなというふうに思います、うん、で友がどんどん一つになって皆さんの気持ちもより、前向きになっていったら本当に素晴らしいなというふうに思いますね、はい、そうですね、うん、まあもともとね、はい、橋の話もあって、なかなかこう意見が対立する部分もあったんですけども、まあ一定の結論が出て、はい、今前にみんなで動いていこうっていうふうになってますよね。おっしゃる通りですね。はい、そう思います、うん、あとはだから結構足りない機能多いなと思ってて、夜ご飯どこで食べるかとか、そうですね、はい、ね、それこそ今回提供されますけど、やっぱり体験の場所とか、もっとあるとそうですね、こう地域の方と触れ合える場所も増えてくるのかなと思ってますよね、はい、そうですね、おっしゃってくださってる通りで、まあ、本当に触れ合いをいろんなこう生むそういった場所を、そういった人がどんどん出てきてくれたらすごくいいなというふうに本当に思います、ね、そうですよね、まあ、なんか残念ながら京都はこう観光客の方が増えすぎて、でその動線がうまく確保できなかったんで、地元の方がこう迷惑だと言い始めてしまってるっていうところがありますから、逆にこれから友の浦ってのは伸びていくところなんで、そこをうまく、そうですよね、整理できるとお互いにこうプラスなんじゃないかなと思ってますけど、はい、おっしゃる通りです。やっぱり先を言ってるその京都とかスペインのバルセロナとかそういったところのその、まあダメだった部分って言ったらあれですけど、はい、ちょっとうまくいかなかった部分をやっぱり参考に、するのもすごくいいなと思います。動線はやっぱり地元の方とその観光の方としっかりこう分けていく、で、まあ、皆さんがお互いにこう気持ちよくこう過ごせるそういったこう場所づくりが今後大事になるんじゃないかなというふうに。そうですね、はい、でもそういう意味ではとてもいいヒントだなと思ったら、今京都も出てきたけどバルセロナも出てくるっていうので、なんかもう世界から選ばれる、はい、瀬戸内だし友の浦なんで、世界中の都市でどこをこう参考にするかっていうのも考えていけた方がいいですね、そうですね、やっぱ視野を広く持って、はい、まあ、いろんないいところ悪いところあると思うんですけど、いろんなところのやっぱいいところをしっかり見ていって、ぜひちょっと参考にして皆さん明るい気持ちで取り入れて、はい、そういう話をどんどんしていったら前向きにこう進んでいくんじゃないかなと。そうですね、いや本当私も結構東京からお客さんを連れてくることあるんですけども、まあ、最近もう全然ニーズが変わってて、はい、まあ、友の浦行きたいっていうよりも、まあ、友の浦せっかく行くから、なんかその近くで写経がやってみたいとか、なるほど、いいですね、なんかウェブで見たんだけど、お弓神事みたいなやってんでしょみたいな、どっかで弓引けないのとか、なんか体験できる場所あったらいいなっていうニーズ多いですね。あ、嬉しいですね、今の話はとっても参考になります。写経もすごく合いますし、あ、そういう弓を引くっていうのとってもいいですね。ね、いいですよね、ぜひ今後そういった場所をちょっと、ね、作っていけたらいいんじゃないかなと思って、はい、で根付けもしっかりした方がいいかなと思ってですね。なるほど、結構安く出しちゃうんで、ね、あ、なるほど、はい、そういったところでちょっとみんなでこう相談しながら、そうですね、しっかり、はい、詰めていきたいなというふうに思います。なんかそういう意味でなんかちょっと観光地化していくってなると、外から大きい資本が入ってきてみたいなイメージがあると思うんですけど、いやむしろ中からですよね、はい、作っていけるんじゃないかと思います。やっぱり中から湧き上がってくるもやっぱり人のエネルギー、そういったものをちゃんとこうみんなでこう共有してですね、でそこを認め合って、それをこうなんか外からの人にこう提案していけたらすごくいいんじゃないかなというふうに、はい、ね、思います。ぜひなんで一緒にちょっと友を前に進めるといいですよね。そうですね、はい、いやでも今度お手洗いも友でみんなが困ってるからということでお店として作っていただいて、なんかオープンに開放してくれると、はい、はい、そうですね、ジョエト近辺にですね、トイレがなかなかそうですね、まあ何ですか、下水道か、下水道通ってない関係でちょっと用意することができてなかったので、はい、今度の新しい店では、ね、浄化槽で、そうなんですよ、提供してあげるってことですから、はい、バリアフリーにもさせていただいてますんで、はい、いろんな方に気軽に使っていただけるように、はい、ぜひ皆さんよかったら使ってください。ありがたいですね。なので赤フェンに使えて、続いてこの友一商店も、はい、皆さん注目していただけるといいんじゃないかと思います。よろしくお願いします。ますます盛り上がるように頑張っていきましょう。はい、今日はありがとうございました。どうもいたしました。ありがとうございました。今夜のゲストは友の浦アカフェ
そして友一商店のオーナーでいらっしゃいます坂谷忠さんでした。いやー素敵なんですよねえ、ね、あのハートも素敵、はい、すごく嬉しいです。トイレとかね、嬉しいですよね。なんか心の視野感というか、はい、地域に何が必要かっていうのをすごく見ていただいてて、で自分で行動しようとされるっていうのは、はい、本当素敵だなって思って、ね、子どもたちもまたご高齢の方もね、はい、またちょっとお体を悪くしていらっしゃる方も行きやすくなりますね。ぜひなんで楽しんで友達回っていただけたら嬉しいなと思いますし、めっちゃ美味しいですお酒、はい、最高ですね。ごちそうさまでした。はい、それでは今夜お相手は小林美希とアシスタントは平野恵子でした。また来週この時間にお会いしましょう。この番組は興和物産種ZO22の提供でお送りしました。さようなら。来てもらって。